の歩みということでですね、今小田原といえば、まあ、小田原北条氏沼津の大変ゆかりの深い戦国武将ですけども、そこから、まあ、始まってですね、今日までの、まあ、小田原城に関係するいろんなことをですね、まあ、網羅的にお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、自己紹介ですけれども、私は先ほどもご紹介いただきました、あの立正大学卒業なんですけども、まあ、私の 大先輩にですね、鈴木博敦先輩がいらっしゃるということで、実は、まあ、家督、まあ、代替わりをして500年ですね。で、北条村伊勢村というのは、ね、実は小田原には住んでなくて、まあ、伊豆の国韮山城で最後まで、全うしたわけですので、小田原にはいなかったんですね。で、代替わりをして初めて氏綱が、まあ、小田原の北条氏の本拠となってですね、それで500年という、そういったことですので、去年が小田原開府500年で、今年がこの総運行伊勢総水が亡くなって500年ということで、まあ、その2年間を、北条総運行建章500年という形でいろんな事業展開をさせてもらっています。で、先ほども漫画の話しましたけれども、今やっぱ小田原北条氏結構注目されています。右側が戦国ゴンベ、全体で週刊ヤングマガジン見たことあるって方もいらっしゃるかしらね。戦国ゴンベって漫画知ってる方っていらっしゃいますか？どうですか、手を挙げてください。2人3人4人5人ぐらいですね。まあそうですよね、中間、まあ、コンビニにでも立ち読みできますんで、ぜひ見ていただけると思います。ちょうど今は小田原合戦ですね、秀吉の小田原攻めをやっているところです。この間まで山中城やってて、いよいよ小田原に、形のところに来ています。であと左側がですね、今度はシンクロを走るっていうですね、結城まさみさんという漫画家ですけども、まあ、この方が月刊スピリッツに、連載をしています。ちょうどだから、まあ、北条早雲の幼少のところから今まだ京都時代をずっと続いているんですかね、非常に難しい、応仁の乱の頃ですね、複雑な人間関係勢力分布を見事なまでにですね、分かりやすく描いていて、その中で、伊勢新九郎というのはどうやってこう成長していくのかというのが描かれた非常に面白い、漫画になってますので、これもぜひ、ご覧いただければと思います。ね、まあ、今年にかけて、まあ、結構特に NHK ですけども、北条関係の番組が続きました。歴史秘話ヒストリア、戦国の扉は俺が開く、最新研究北条早雲ね、あとは英雄たちの選択、あとは知恵伊豆、まあ、そういった形でですね、北条氏の、まあ、いろんな歴史的な部分というのが、まあ、きちんと、まあ、再評価をされるようになってきているわけですね。で、まあ、我々としては沼津市長さんも含めてですね、こう、北条五代観光推進協議会というのを作って、北条五代を大河ドラマ化へという動きをしているんですけども、なかなかまあ、実現はできていないんですけれども、まあ、いずれにしても残る最後の大物というのは北条氏しかないんでね、おそらく次かどうか分かりませんけれども、近いうちに大河ドラマになるんじゃないかなというふうに、まあ、思っています。まあ、そのためには、このお城総選挙という番組があってですね、これはご覧になった方っていらっしゃいますか？少しいたしますね。まあ、どちらかというと、まあ、こういうバラエティ系なんですけども、ただ全国放送のゴールデンで3時間の特番を組まれて、お城なんていうのはですね、やっぱり、10年前に考えられないことなんですね。ですからやはりこう広くお城っていうのが、まあ、国民の皆さんに注目をされるような形になっています。結局お城っていうのはですね、日本中で
そういった形でですね、やっぱりこう広くですね、歴史がきちんと学ばれるようになってきた、その一つが、まあ、こういったバラエティでもお城が3時間の特番を組まれるようになってきた、そういったことなんだと思います。で、その言っていますけども、まあずっと皆さんも北条早雲ってずっと覚えてきたと思います。私も、まあ、つい、最近までって言いますかね、まあ、伊勢宗寺って名前は知っていましたけども、やっぱり北条早雲、北条早雲って言っていましたけども、まあ、ここ数年、伊勢宗寺っていうようにしようというふうに、まあ、しています。まあ、見直される北条早雲ですね。昨年のヒストリアでも、まあ描かれましたけども、まあ、北条早雲っていう人のイメージっていうのは、まあ、一介の素浪人から戦国大名に成り上がった、まあ、下克上の象徴のような、まあ、人物というふうに言われています。で、実際は、まあ、伊勢新九郎森時で出家をして、早雲は宗寺っていう、で自らは、まあ、北条早雲とは名乗っていないわけですね。で、出身は備中荏原荘、まあ、現在の岡山県荏原市の出身ということが分かっています。で、まあ、室町幕府の申し継ぎ衆ですね、要するに現在でいうところの首相秘書官みたいな、要するにこう内閣官房の中枢にいるような室町幕府の中枢にいた、まあ、人物だったということなんです。で、伊豆侵攻するわけですけども、足利が茶々丸を追放してという事件がありました。でそれも明応年間にですね、まあ、文献といいますと、まあ、戦記物には1ヶ月で伊豆は平定したとかあるんですけども、まあ、最近の研究ではですね、約6年ぐらいかかって伊豆を平定したということが分かってきたんですけども、まあ、その伊豆平定と言いますか、まあ、伊豆平定と言いますか、茶々丸の追悼というのは、まあ、室町幕府からの、まあ、指示と言いますか、指令と言いますか、そういったことがあったと言われています。だから自分が成り上がるために伊豆を攻めたわけではないということが分かってきているわけです。で、その後次に小田原を攻めるわけですけども、まあ、長いことですね、小田原攻めは明応4年1495年というふうにずっと言われていたんですけども、もう20年以上前ですけどもね、実は明応5年以降ということが分かってきて、でいつだか分かってなかったんですね。でそれが最近ではですね、どうも明応9年にその小田原攻め、小田原を奪取したのが明応9年じゃないかというのは、ほぼほぼ確定に近い形まで今狭められてきているということです。で、この時にですね、先ほどのこちらのですね、小田原駅の、まあ、西口というところにですね、像があるんですね、早雲像。でこれは加入の刑といってですね、早雲が小田原にいる大森氏を攻めたときに、牛をですね、銭湯、その牛の角にですね、松明をつけて小田原城を攻めたという、まあ、古い伝記、あの戦記物にあるんですけども、それが加入の刑と言われるものですけども、まあ、そういったものは江戸時代に作られた創作だということが、まあ、分かってきています。まあ、ただ最近の研究ではですね、明応年間に何回かの地震があります。で地震の後の津波にの混乱に乗じて、まあ、伊豆もそうだし小田原もそうだし、そういったことが、まあ、一つのきっかけで、総理が小田原を攻めたんじゃないかという見解も示されています。今そういったことも、非常にこうホットな話題としてですね、研究を、まあ、しているところです。で早雲自体は二代山を本拠に生涯を終えるということです。
で、この聖武という人は本当に実にさまざまなこう民政ですね、要するに民に優しい政治を行ったということですけれども、特筆されるのはやっぱりこう戦国大名最初のですね、検地を行っている、あるいは税制もですね、始皇六民という民に優しい税制を取っている、そういった、まあ、素晴らしいことを戦国時代の本当にこうまだ成立する時期にですねやっているってことですね。民主体制ですね、広告事情にいたというふうに言われていますけれども、まあ、これも今諸説出てきています。で、韮山を攻めて、で、それから小田原を攻めて、で、最後三浦半島ですね、三浦市を攻めて、荒井津を攻めて、伊豆相模の二国の、まあ、大名になった。で、まあ、亡くなるということですね。本当にこうやはりこう伊豆信仰から行くとですね、やっぱり四半世紀かけて、まあ、相模の国までを、まあ、領土を拡大していったというのが、まあ、伊勢宗瀬北条宗だったということですね。で、二代目の今度家督を継がれた北条氏綱ですね。で、北条氏綱ってどうですかね、皆さん聞いたことありますって言っても、あの沼津の方だともう本当にあんまり、北条五代って言ってもね、小田原の人間だってあんまり答えられないと思いますけども、あ、聞いたことないなっていうことだと思います。まあ、北条宗雲一番有名で、あとはですね、あの若いっていう、まあ、中年ぐらいの人は若い時に、戦国のゲームを、今戦国時代のを好きな人ってみんなゲーム上がりの人が多いんですよね。で、そうすると三代目の宇治康という人、まあ、やっぱ強い武将だったんで宇治康知ってる人多いんですね。あとは秀吉と合戦を行った時の宇治政四代目です。で、そうするとですね、二代目の宇治綱っていうのはほとんど誰も知らない、何やった人なんだろうっていう、そういった、まあ、初代宗瑞宗雲と三代宇治康に挟まれて本当にこう影の薄い、まあ、人物であるということなんですけども、実はこの人がすごいすごい人だったというふうに、まあ、我々今評価をしているところです。ですけれども、今重要文化財に、2、3年前になったんですかね、サントリー美術館に所蔵されているもの。で、これはあのこの沼津って言いますか、伊豆にゆかりのある加納家ですねに描かせたものということですけれども、これはあの五代北条氏直のですね奥さんというのは、徳川家康の娘徳姫という人だったんですけども、徳姫は北条氏滅亡後で氏直はすぐ死んでしまってですね、で池田輝政に突然再婚するんですね。で、その時に、まあ、北条家からもらっていったっていうんですか、北条家から引き継いでいった、まあ、いろんな宝物を、池田家に、まあ、一緒に持っていったわけですね。まあ、それが伝来して今日残された、もともとだから北条家にあったものなわけです。それも、まあ、氏綱の代に、まあ、書かせた、書いてもらったものっていうことですね。で、かつて関東の大島ってよくあの聞かれると思いますけども、この言葉を、まあ、最初に、残しているのがこの氏綱という人ですね。まあ、結構ね、北条氏はあの北条宗雲も氏綱もそういったこう教訓的なことを残しているんですね。非常に、まあ、質素に励め、民にはきちんとしろっていう、そういうような考え方のものですね。本当に思ったことを戒めるような非常に道徳的なものだったわけですね。で、そういったものも反映しているのが実はこの虎の印判っていうものです。右側はですね、モナカですね、あの、虎主印ってモナカなんですけどね、小田原の親戚からもらったことある人、食べた方がある人いらっしゃいますか。
ああ、いらっしゃいました。ありがとうございます。あの、まあ、小田原のね、老舗の、お菓子屋さんで作られてるんですけども、この虎の朱印っていうのはですね、4文字、六字五音って書かれています。六というのは財産、十というのは生命ですね。それがまさに小田貝赤いっていうことですね。まあ、そういったことで、四公六民を含めてですね、あと、大抵ですね、戦国武将というのは、まあ、奥さんの他に側室を設けて、それぞれに子がいるわけです。結局、何かあった時に、やはりこう、まあ、男子だけではなく、女子も含めてですね、子が多ければ、政略結婚に出したりとか、いろいろできるわけですので、やはりこう子がいないっていうのが一番大変、家が断絶しちゃうってことになるんで、そうするとですね、その腹違いの子供同士を、担ぐ、まあ、重臣たちって言うんですかな、家臣たちが担ぐ人をそれぞれ結ぶから、まあ、ぐちゃぐちゃな内紛が起こるわけですね。それで大体3代持たずに没落していくというのが戦国大名、だいぶそうなんですけども、まあ、北条家の場合は、まあ、5代100年にわたってですね、まあ、家督相続、要するに、まあ、跡目相続がなくですね、一族の争いもないっていう、まあ、そういった意味では戦国大名の中では、まあ、唯一無二と言ってもいいぐらいの大名だったということですね。その天下富舞って言うんですけども、まあ、最近いろんな考え方があるんですけど、まあ、分かりやすく言うと武力で天下を制圧するっていう、まあ、ことなわけですよね。それに比べて末端の農民に対して北条がお前らの生命と財産は守るぞっていうふうに宣言しながらハンコついてる。そういった意味では非常にこう素晴らしいっていうんですかね、信じられないような政治を行っていた、そういったことなわけです。はい、宗瑞は伊豆相模で、2代宇治綱は武蔵で、そんな形でですね、最終的にはですね、まあ一時ですけどね、天正、織田信長が武田氏を滅ぼして、甲斐信濃を取ってですね、今度本能寺で織田信長が死んだ後ですね、まあ、いち早くこの信濃ですね、まあ、国主真田丸の時に出てきましたけども、それこそ真田を含めたですね、信州の国衆たちがですね、一瞬北条についたわけですね。北条について、まあ、3、4ヶ月ですね、北条の領国が広がったということがあるわけです。でその後家康と、まあ、手打ちをして、まあ、関東に戻ったということなんですけどね。これが最大半島ですね。まあ、いずれにしても関東のほぼ全域が北条氏の領国としてですね、理想国家を、まあ、築こうとした一戦だということですね。で、まあ、その途中ではですね、この武田上杉で戦をし合いながら同盟したりですね、くっついたり離れたりしていたということですけども、永禄4年には、上杉謙信が小田原を攻める、永禄12年には今度武田信玄が攻める、まあ、そういったものをですね、実はいずれも籠城戦で、退ける、まあそれで、難攻不落の城と言われるようになったんですね。でその後ですね、今度は豊臣秀吉ですね、まあ、まだ羽柴と呼ぶ羽柴でしたけども、まあ、豊臣秀吉が小田原を攻めてくるということですね。まあ、総勢21万とも22万とも言われる大軍勢ですね、で小田原を攻めてくるということですけども、で、天正18年の、まあ、4月の段階ではですね、で3月1日に京都を出て、まあ、1ヶ月ほどで小田原に到達をするということです。で、その時にこの小田原城をですね、この範囲
周囲9キロにわたって、まあ、堀と土塁で、まあ、町を囲む、そういった小田原城総構えと言われるものを作っております。その時点では日本で最大の、まあ、お城、城域、お城の広さとしては日本最大ですね。でその中に、まあ、囲むようにですね、豊臣秀吉ですね、石垣山、一夜城と呼ばれる石垣山城にを作って、あるいは徳川家康とですね、あるいは織田信雄と言いますね、あと、まあ、いろんな武将がですね、まあ、小田原を囲んだわけです。で4月以降、この15万とも16万と言われる、現在小田原市はですね、市民が20万からどんどん減ってしまって19万ちょっとなんですけどね、まあ、それに近いぐらいの人たちが小田原城の周りに、まあ、いたわけですね。で、例えば川中島の合戦とかですね、まあ、名だたる合戦がありますけれども、まあ、大体1日か2日か、でも1ヶ月ですね。それはなぜそのぐらいかというとですね、こう当時のやっぱりこう戦争をする兵隊というのはですね、専属の軍隊を編成しているわけではないわけですね。まあ、分かりやすいというと、いざ鎌倉じゃないですけれども、合戦の時は甲冑着て戦いに出ますけれども、普段はやはりこう農業をしているものが 大多数だったんですけども、そうすると農繁期、やっぱり田植えの時期とかですね、稲刈りの時期とかっていうのはやはりこう合戦に出てられないわけですよね。でそういったこともあって、やはりこう一年を通じての戦というのはできないわけですね。今度はその兵糧、1日に飯を、まあ、3合も4合も食べたらですね、15万もいたらですね、どんだけの1日何百俵、何万俵のですね米が必要なんですね。そうするとそこまでの蓄え、要するにこう物流を支配してですね、日本全国から小田原に米田原が集結するような形でない限りは、戦は戦えないわけです。まあ、それが100日もやってるわけですからね。で、これが小田原城で、ここに石垣山城、わずか、まあ、3キロないぐらいの非常に狭い近い位置に石垣山が築かれたということになるわけです。石垣山の復元想定図です。総意志ですね。天正18年の4月に築城を指示して、6月の26日には、まあ、本陣を移しています。だからまあ80日ちょっとですね。で、その後実はですね、だから秀吉が石垣山に移ってですね、まあ、10日ほどで北条氏が、まあ、降伏をしますので、そんなこといないんですね。ずっと石垣山の上で千利休がお茶を立てたりですね、朝廷から勅使を迎えたり、そんなこともあったんでしょうけども、まあ、それほど石垣山にいなかったんですね。で、この石垣山城というのは、まあ、阿野衆と言われる、まあ、石垣を作る集団がによって作られたというふうに言われているものです。で、実はまあ2年ほど前からですね、緑公園課って公園部局が石垣山の管理をしていたんですけども、まあ、こんな状態になって、せっかくの石垣が草生えちゃってて、公園としては管理してますけど、石垣は見せるようにはしてませんでしたので、まあ、私どもの方が管理をする、小田原城総合管理事務所が管理をするということに、まあ、機構を変えまして、で今はこんな形でですね、草をきちんと石垣が見えるように、あるいは、石垣に悪い影響を与える木を、樹木を伐採したりですね、してですね、見違えるように石垣がきれいになっています。こんな形ですね。井戸群馬、石垣山
像から見るとここに天守閣がありますけど、まあ本当に小田原城の様子がよく見えるような位置に、まあ、作られているということですね。で、まあ、この小田原合戦と北条氏の滅亡ということですけれども、これは天正18年、1590年に起こった出来事。それはですね、日本の国はやはり中世から近世へと、まあ、時代が移り変わる大きな、まあ、境目になっているということですね。で、象徴的なのは城の形、城の姿ですね。小田原城は、まあ、堀と土塁で作られた、まあ、土の城で、かたや石垣山城は総石垣の城、ね、まあ、それだけ見てもですね、時代のこう移り変わりといいますかね、非常に象徴的なものではないかなというふうに思います。で、まあ、小田原城というのはどのような城かというんですけども、戦国最大の中世城郭、ね、で、今度はですね、それが北条氏滅亡した後というのは、今度江戸幕府が本拠になって、で徳川将軍家がいてということになると、徳川将軍家、江戸を守る、まあ、江戸の西を守る、まあ、重要な、まあ、近世の城に、まあ、位置づけが変わってくるわけですね。ただ結果としては戦国時代100年と江戸時代300年、400年続いた、まあ、城郭であり、で城下町であり、ある意味の都市遺跡であるということなんですね。ですね、まあ、考古学的調査研究が進んできたということですね。はい、で、ちょうど私が、まあ、小田原市役所に就職したのが昭和57年、1982年なんですけども、まあ、そのぐらいから、小田原城の埋蔵文化財の調査、あるいは石整備の調査といったものが行われるようになっています。で、現在まではですね、約600箇所ですね、石以外の三の丸武家屋敷、あるいは東海道筋の町屋の遺跡、そういったものも含めてですね、600箇所以上の、まあ、発掘を行ってまして、でいろんなことが分かってくるんです。その中でですね、発掘をすると、まあ、土器とか陶磁器が出ますけれども、まあ、我々考古学の世界ではその陶磁器とかの、まあ、年代を決める変年と言いますけれども、それによってですね、この出てきた発掘した堀だとか溝だとか井戸だとか、そういったものの年代を、まあ、ある程度絞り込むことができるわけです。で、小田原の場合は小田原城の、まあ、戦国時代の2期ということでですね、中国の染め付け時期の出現をもって時代を設定していて、でその中の細分をですね、瓦家という素焼きの土器の、まあ、形式形の違いで細分をしています。でこの瓦家というのはですね、もともとやはりこう儀式儀礼や何かの時に使うものですけれども、関東、まあ、あるいは駿河もそうですけども、ろくろで作られた土器が、まあ、主要なものだったんですけども、2代氏綱の時代ですね、1520年代ぐらいに、どうも京都系の手作っていう、要するに手びねりで作られたろくろではない瓦家が導入されるようになっています。で実際にはこの左上のところなんかはろくろの瓦家で、それがその上下の方は手作りの瓦家、上が左上が早雲の時代で、左下が内綱の時代、そういった形でですね、時出土する瓦家で、まあ、年代を決めることができるようになってきます。で、まあ、その中では例えば人形のように記念名って言いますけども、ヘラで書かれた天文20年1551年の年号の書かれた、まあ、瓦家も見つかったりして、
片面的な年代間の、まあ、比較をしているわけです。あるいはこういった、まあ、陶磁器ですね、染め付け、この時期16世紀戦国時代は日本ではまだ磁器が作られていないわけです。で磁器が作られるようになったのは秀吉が朝鮮出兵をした後、江戸時代に入ってからですね、まあ、1616年以降というふうに言われています。でこれは中国の景徳鎮と言われる、まあ、ところで作られたものですね。で今度それを真似した特産の陶器ですね。あ、左側は白磁、で右側は、海遊の皿ですね。形自体は中国の白磁とか染め付けを模したもので、こういった鉄釉の陶器とか天目茶碗とかすり鉢とか、まあ、そういったものの年代を、まあ、分かるようになってきたんですね。で小田原城ですけども、箱根の外輪山のずっとこう裾にあります。で、こんな形ですけども、それを地形でもうちょっと見てみると、これは赤色立体地図ですね。この真ん中の尾根の先端に江戸時代近世の天守閣があります。でこちらの尾根と真ん中の尾根と南側の尾根、この3つの尾根を取り囲むようにして、まあ、小田原城が作られている、こういう形ですね。で非常に広い範囲が、まあ、お城の城域であったということです。でこれは江戸時代の絵図ですけども、でその絵図と現在の図面を合わせるとこんな感じです。小田原の駅が、まあ、この辺にありますけども、まあ、わずか200メートル300メートルで、まあ、お城の中心に、まあ、ある行くことができるんですね。でこの小田原城の堀ですけども、どのようにして築かれ作られているかといいますけども、模式的にお示ししますと、まず周りの木を切ります。でこの赤いラインのプランをするんですね。で掘った土を手前側に積み上げて土塁にします。でさらに掘った土を下側にも積み上げます。でこちら側から見るとそこは切り岸って言いますけども、大きな壁になるんですね。だから二重の壁になっているんです。でそこにまあ土塁の上に柵だとかを置いて中に建物を建てて、でこれがまあ堀の成り立ちと、まあ、車の形成ということになるわけですね。でそれがまあ廃城を雨や、まあ、あるいは富士山宝永の火山灰とかによって埋まったりして、で、まあ、現在は畑になったり木が割ったりしてこういう状態です。ただまあ小田原城の総構えはですね、非常によく残りがいいですね。でこの実際には今空堀っていうふうに呼んでいますけれども、発掘をしてみると堀の現在の堀底屋からさらに、2メートル、あるいは場合によっては4メートル、5メートル埋まっています。で、それをイメージするとこんな形ですね。堀の底にはですね、障子堀と言われる、まあ、堀内障壁が連続してあります。まあ、山中城ですね、隣の三島市にある山中城なんか有名ですけれども、本城の小田原でも、障子堀がたくさん見つかっています。これは敵が攻めてきたときに、ここにまず切り石があって、それを越えていくと、まあ、堀があって、こういった堀は横堀って言われるものですけども、そこにこういった堀障子が連続してあることによって、一回落ちてしまったら蟻地獄にもなって上からの攻撃で、横移動ができませんからね、非常にこう防衛力が高い堀の作り方ということになるわけです。で発掘してみるとこんな形ですね。
ういう形で両側に糊面のあるような形です。で、堀の高さが、まあ、ここでは10メートルちょっとですけども、高いところでは15メートルを超える高さですね。人がこのぐらいの大きさですから大きな堀だということが分かるわけです。で、平面図と断面図ですけども、まあ、ここでは幅が 16.5 メートル、まあ、大体10件18メートル前後ぐらいが基本になっています。で、小田原城の小見の丘の台に、まあ、3つの堀切りがあります。西堀、中堀、東堀で、ここは現在でもですね、史跡としてですね公開をしている場所になるんですけども、例えばこう赤のところの断面というのはこういう形です。堀があって土塁があって平場があって堀があって土塁があって平場があって堀があってという形ですね。で、ここは東堀ですけども、堀幅が25メートルほど、高さが10メートルほどで、実際にこの空堀と思われる堀の底を発掘すると現況の堀底から2メートルから3メートル下が本来の堀で、見てください、これ関東ローム層ですね。60度の角度で掘られているものです。で、ここの部分はですね、こう横矢がかり、横矢がけと言われるクランクですね。で、そこにはこう、こういう形で堀が掘られているわけですけども、まあ、この北条氏の堀っていうのはですね、非常にきちっとしているんですね。で、関東ローム層ですから、まあ、関東の城、あるいは、まあ、東国の城というのは、土の城ですのでね、石垣の城と比べると、まあ、なんとなく見劣りがします。けれども、まあ、考えてみてください。例えば熊本城、近江の勾配というね、最後武者返しとか。でもあれは例えば15メートルとか20メートルに石垣がありますけれども、この天正18年、豊臣秀吉が小田原を攻めてきた段階ではですね、まあ、15メートルを超えるような石垣というのはほぼないんですね。大体10メートルぐらい。で、おそらく石垣山一夜城が最も高さのある石垣の一つというふうに言われてまして、大体15メートルぐらいどうもありそうだということが最近分かってきましたけども、15メートルの高さの石垣なんですけども、勾配が緩いんですね。そうすると登ろうとしたら結構簡単に登ってしまえるということなんです。で、それに比べてこの関東ローム層の堀というのはもうつるつるのテカテカですので、極端な話を言うとですね、それこそ、足袋の底にですね、まあ、スパイクみたいなものがつけない限りは登れないんですね。1メートルさえ登れない。まあ、皆さんも裏に、例えば裏山に行く道がですね、雨で露出してツルツルの赤土をちょっとした斜面、勾配のところでも滑って上がれなかった経験というのはある方もいらっしゃると思いますけども、もう全く60度ですね、壁と同じですので、登れないわけですね。そういった意味で北条氏の小田原城を秀吉が攻めてくるときにですね、やはり力攻めをしなかったというのは一つ、この関東ローム層の堀の防衛力というのが大きかったんじゃないかなというふうに思います。白下張り出しですけども、ここもまあ一部しか発掘してませんけども、現況の堀どこよりもさらに 4,5 メートル埋まっている。で、ここはブラタモリでタモリさんがですね来てくれた場所ですね。あと稲荷森ってとこ、ここなんか非常によく残りもよくって、まあ、ここも、ね、将来発掘をして、見たいなっていう場所の一つですね。非常に残りがいいです。で、まあ、先ほどお話した山中城、山中城は
赤土の堀を掘って、その後史跡整備としてですね、土を50センチから1メートル入れて、で斜面を少しちょっとだけ緩くして芝を張っています。現在はこういうきれいになっていますけれども、まあ、実は赤土が露出している、まあ、非常にこう危険な堀だったわけですね。で、まあ、つい、去年とかですね、整備をし直していて、ちょうど工事中の写真ですけれども、このような形だと、まあ、赤土が露出しているような状態ですね。まあ、山中城は武田との軍事的な緊張関係で、おそらく永禄年間の終わりに築かれた。で、小田原合戦の時の小田原防衛のまあ最前線だったけども、まあ、実は半日で落とされた。まあ、秀吉軍はですね、3万とも4万とも言われる軍勢で一気に攻めてきたわけですので、まあ、ひとたまりもないわけですね。まあ、数には勝てませんからね、いくらすごくても。で、広告事情ですね。あの沼で先日この整備のための発掘する報告書が刊行されたというふうに聞いています。非常に面白い資料ですけども、総運がいたかもしれないというような非常にこう最近の難しい資料の一つですけども、その後近世に入ってもやはりこういくつかの改変が行われていることが分かってきています。あと長浜城ですね。長浜城は素晴らしいですね。これはあの、こういうお城のイラストを描かれた香川源太郎さんという方が描かれたものですけども、非常に素晴らしい立地ですね。でここからは富士山が本当によく綺麗に見えます。もう沼津市民、それは誇れるお城の一つだと思います。で実はあの5月の2日つい先週ですけれども、小田原でですね、あの、落語家の春風亭昇太師匠もお招きして、お城の、まあ、遠くですね、この長浜城を挙げられていました。でここからの富士山は本当に素晴らしいと思いますね。でまあ、ちょっと横道にそれましたけれども、まあ、北条氏戦国時代の小田原城というのは関東ロング層を50度60度の、まあ、斜面に掘って、で堀の底には障子堀を作っているということで、あとは、まあ、実際にはですね、雨水が溜まったり絞り水があったりして、堀の底には水がある程度溜まっていたわけですね。そうすると空堀ではなくて、まあ水堀とも言えないけども空堀ではないよということですね。湿った関東ローム層は滑りやすいんで、防衛力が高かったということです。でこの小田原城の総構え障子堀ですけれども、周囲9キロにわたって、まあ、堀と土塁で町を囲む。でそこにはですね、城兵だけではなくてですね、まあ、近隣の農民も籠城することができた。でさらにはですね、広い範囲ですので、まあ、電波ともあるわけですね。そうするとそこで、まあ、自給ができるわけですね。そうすると、まあ、実際にはですね、これで1年持ちこたえたわけじゃないんで何とも言いませんけれども、まあ、一定程度のですね、食料の自給もできるような形を取っていたんですね。で、やはりこう豊臣方の武将はその総構え、あるいは堀の底に障子堀、堀障子をつけた形というのはなかなか優れたものだということで、自分の国に持ち帰って総構えを作って、あるいは障子堀を作ってですね。で、ブラタモリのテーマ、江戸の原点は小田原にあるなんですけども、まあ、実は全国の主要都市の形成にも影響を与えてるんだというふうに思うわけです。大阪城が障子堀を築いてますし、京都に踊りですね、これも作っています。まあ、これも総構え
まいますね。で、全国の県庁所在地47都道府県のですね、もうちょっと36ぐらいが、城下町から発展した都市なんですね。あるいは会津みたいに、まあ、県庁所在地じゃないですけども、その地域の主要都市といったものってみんなお城なんですけども、その城下町を作った武将たちというのはほぼほぼ小田原城に参陣しているんですね。まあ、そういった意味では、まあ、全国の町づくりの礎も小田原城多少なりともですね、影響なくはないかなというふうに、まあ、思っているわけです。で、小田原城ですけども、もともとは八幡山にあったのが、こう同心円状に広がっていったというふうに言われていたわけですけども、最近はそうではなかったということが分かっています。で、これはですね、1550年頃ですね、明治記録というですね、まあ、お坊さんが書かれた、まあ、日記といいますかですね、に小田原城のことが書かれています。まあ、地工事数万の間ちり一つなりですね、三方に大池ありですね、城は高く巨大であるって言ってますね。でこれが江戸時代の初期の小田原城の最も古い絵図の一つなんですけども、二の丸の範囲、現在の二の丸の範囲に堀があって、その上に天守があったというふうに、天守と言いますか、お城の中心があったというふうに考えられるわけです。で、江戸時代の絵図ですけれども、このような形でですね、道が築かれている。で、実際にですね、発掘をしてみると、これは近世の堀のラインですけども、こういったところにですね、どうも四角い堀と土塁で囲まれた館、巨館といいますけども、法廷巨館といいますけども、そういったものが発掘で分かってきています。こういったものですね。もう本当に小田原の場合、600箇所のうちですね、その8割、9割がですね、個人住宅、100平米未満の狭い住宅の建て替えで発掘をしてますので、こういった狭い範囲の調査なんですけども、それでも6メートル以上の幅で、深さが3メートル50以上で、おそらくこういう堀があったら、その土で土塁を作っている、そういった形ですね。で、あとは、まあ、広い範囲の発掘でいきますと、幅4メートルの両側に溝を持つ道路が見つかっています。で、その道路は120メートル続くんですね。このような形、これも町を区画する主要な道路、メインストリートの一つなんだと思います。で、これを全体の中に落とし込むとこんなやつですね、東西南北の軸線に沿った町割りが認められるわけです。この江戸初期の絵図によるとですね、でそれを5番の目のような町だっていうのが分かるわけです。で、これは今度秀吉側の毛利家に伝わった文書ですけども、これを見るとですね、本庄宇治直、本庄宇治政って書いてますね。2つの、まあ、本庄があった。で、これが現在の小田原城の天守閣のある本丸で、ここが県立小田原高校のある、八幡山骨格と言われるところですね。まあ、2つの城を持っているっていうのはこれでわかるわけですけども、もう一つの、図面にはですね、ここに川って書いてある。これが小田原用水ですね。人工的な浄水道。で、ここにですね、このうち下行ほどあるべき僧侶って書いてあるんですね。この小田原城の、まあ、城のすぐ
下のところにですね、ちょうどこちらが海ですので、相模湾で書いてある。でこちらにはこのうち家数知らず、そこつまり家がたくさんあって、でその中心部はですね京都の下行ほどだよっていうのを言ってるんですね。でこれはあの小田原側の人間が自分とこすごいよっていうんで誇張して書いたわけではないわけですね。敵方の豊臣方の人間が書いた情報として、豊臣方でに共有するために書いた末年なんですね。でそうなってくるとやっぱ小田原のまあ城下町っていうんですかね、そこは、まあ、どんだけ繁栄していたのかっていうのはですね、現在では想像もつかないようなものなわけです。でまあ考えると京都にはですねこのような形でやはりこうの四方とか200m×100m ぐらいの、まあ、大きな屋敷がですね法華居館といわれるものが、まあ、連続してあったような、そういった景観が小田原にもあった可能性があるということが、まあ、最近徐々に分かってきたわけです。まあ、そういったことは去年の時にですね、戦国都市小田原の風景というシンポジウムを行ってですねだいぶ明らかになってきたわけです。でこの小田原城の、まあ、段階的な発展論というのはどうも違うよということが、まあ、主に発掘調査考古学的な成果から分かってきたんですね。でもう一つ最近の、まあまあ、だいぶもう、ね、時代も経ってしまいましたけれども五葉前蔵の発掘調査というのがあります。五葉前蔵というのは天守閣のすぐ下のですね昔野球場があった場所なんですけれども、発掘をするとですね深さ3メートルから4メートルぐらい盛り土がずっとあります。で一番下の方から8回以上の整地が行われていて、それぞれの時代の、まあ、遺構がたくさん出てくるわけですけども、江戸時代には江戸幕府のための米蔵があった場所です。6棟の米蔵があったんですね。で赤い部分はですね戦国時代の発掘をしてみました。でまず米蔵の関係でいくとやはりこう幕府の米蔵ですので、明治時代になってですね米蔵を壊した後その瓦を捨てたゴミ穴から三つ葉葵の瓦がザクザク出ました。で、出てきたものが戦国時代には池ですね。池にはですねこの護岸、要するに斜面にですね石が張られていました。アップで見るとこんな形四角いですね。これ何だろうなって思いますよね、こんな石。でこれはまあ実際はですね掘っている土地はこんな感じだったんですけども、江戸時代あるいは明治時代にですねこの池を壊しているわけですけども、壊しているところを見てみると五輪と東京院とそういったものがたくさん使われていたわけですね。でこんなものです。ちょうど一番多いのは五輪島のこの花輪と言われる部分ですね、あるいは東京院との基礎、まあ、ほぼほぼ8割9割が五輪島の花輪です。そうすると小田原中の墓石をぶっ壊してこの花輪だけをちょうどこう検知しないですね積むのにいいわけですので、これを墓を壊して持ってきたのかというとどうもそうではないわけですね。まあ、別の場所で発掘してみたらこんな大きな瓦がたくさん瓦石がたくさんある中を見てみると実はですね五輪塔の作りかけがたくさん出てきました。これはこの近くにですね石工って言いますか石の工房があって五輪塔を作っている製作遺跡ね、そうすると、まあ、北条家がですねこういった石工に頼んでですね、この五輪塔の花輪だけを、まあ、調達を何百個何千個って形で調達をしてきた可能性があるということですね。
もう一つですね、この非常にこう四角かったり三角だったりですね、幾何学系に切っているんですけども、ここには黄色っぽい石、これは鎌倉石と言われるんですね。三浦半島から、まあ、逗子、鎌倉の一部にいて、まあ、産出する、まあ、産出って言いますかですね、まあ、業界岩なんですけども、非常にこう柔らかい石ですね。で、あとはこの黒っぽいの、これは今度、ブラタモリでも出ましたけども、箱根の6万6000年前の大噴火、その時の火砕流ですね、であって流れた、まあ、火砕流の中でギュッてこう石とかを巻き込みながら固まった溶結業界岩という石ですね。でそれとこちらの灰色のもので乾くとちょっと白くなります。あと中に赤いのもありますけども、これが安山岩、これは、まあ、箱根伊豆に一番多いですね、伊豆箱根系の溶岩でできたものですね。この3つの石をうまく切り合わせて作ったのがこの切石磁器の遺構です。でそういったものも含めてですね、戦国時代の小田原城と城下というのは、まあ、正方位、要するに碁盤の目のような町があって、で京都の花の御所的なですね、まあ、武家屋敷があってということですね。あと御用前郭では今まで、日本中のですね、考古学者あるいは庭園学者見てもですね、誰も見たことないということですね。日本で類例のない、まあ、庭園が見つかったということなんですけども、そういう意味で北条氏の持つ、まあ、革新性だったり、まあ、そういったものが見受けられる。で、総構えそのものはですね、まあ、城塞都市みたいなものですので、まあ、東国一のですね、随一の、まあ、都市に発展していった、そういったことが、まあ、分かってきたよっていうですね。これはあの江戸時代前期1650年頃に書かれた絵図です。でその時にはもう江戸を向いて町が城が整備されていますので、江戸に向いた位置に大手門があります。で馬田市門、赤金門、時矢門、現在知られる小田原城の姿に変わっています。でこのルートが、まあ、天守への向かう表筋、大手道と言われるものですね。でこれが元凶の小田原城です。赤い位置が国の史跡になっていて、青い点線が小田原城の総構えの位置です。で江戸時代最も最盛期立派だった時の小田原城はこのような形ですね。天守があって本丸には御殿がありました。でこの御殿は実は小田原藩主の御殿ではなくて、江戸幕府の将軍のためのもので、三代将軍家光、まあ、上洛する要するに京都にです、ね、向かう時の宿泊地として建てられたのが最初です。で二の丸にある藩主屋敷、これが小田原藩主の、まあ、屋敷だったんですね。で、その小田原城もですね、明治3年に廃城になります。で廃城令はそのちょっと後なんですけども、小田原藩貧乏だったんで、その前に幕府、明治政府に願い出て廃城になっていますけども、これが唯一残る天守閣の、まあ、解体中の写真です。でこれが赤金門ですね、二の丸の主要な門の一つです。で、南グルアにある二重屋根ですね。で天守台の石垣、でそれが明治6年に陸軍が入ってですね、その後明治34年に今度御用邸ができます。で小田原屋はですね、関東大震災が相当大きな影響を与えてまして、関東大震災によって御用邸も含めてですね、小田原城の残っていた石垣が全部崩壊してしまうわけですね。でその後昭和初期にかけて
まあ、崩れた石垣を戻してですね、まあ、かろうじてお城らしさっていうのが、まあ、戻ったわけですけれども、一部堀は埋め立てて学校ができたりっていうふうにしています。で、今度第二次大戦の後ですけれども、戦後復興ってことで、子ども遊園地と動物園ができます。昭和25年のことですね。で、昭和35年に天守閣が復興されるわけです。で、昭和46年の4月に今度時上門という門ができるわけですけども、この門を作ったその手前のところですね、時上橋っていうのがあるんですけども、これは小柳ルミ子さんのデビューシーンですね。私の城下町のレコードジャケットはここで、で、撮影をされたものです。一応私が真似してこの位置ですよって言うんですね。で、まあ、小田原城の保存と整備ですけども、まあ、昭和58年、57年、まあ、実は57年しかやってますけども、58年から本格的に始まって、まあ、いろんな、ことがありましたけれども、まあ、その中でもですね、まあ、いくつもの、ね、保存運動だったり、住民運動だったりのも、っていうのも、まあ、あるわけです。で、やはりこう国の史跡の中にですね、民営地あるいは学校、そういった施設もたくさんあります。特にこの範囲ですね。で、まあ、ずっと住民との話し合い、長く続いていましたけれども、まあ、今だいぶ理解も得ましてですね、建て替えの時にもう、うん、外に出てもいいよということで、こういう地下がだいぶ進んでいます。まあ、広告事情なんかもですね、長いこと時間をかけてだいぶこういう地下進んでると思いますけれども、やはりお城というのは広いんで結構大変なわけですね。じゃあその中でですね、小田原城って非常に大変な大きな事件が前にありました。天守閣から移すとですね、この八幡山古閣と言われているところの正面のところですね、この崖地のところですけども、ここにですねマンションを建てるっていう計画があったんですね。平成15年ぐらいですかね。で、まあその時は史跡でも何でもなかったんですね。一般の埋蔵文化財だったんで、発掘調査さえすれば、まあ、建てられなくはないわけです。でもここにこのマンションを建てたらですね、天守閣から八幡山の北条氏のこう山手の部分の城の中心がこちらですよって言った時に、マンションで洗濯でも干されてたら台無しなわけじゃないですか。なんとかしたいってことで、まあ用地交渉してですね、実はですね、まあこのマンション業者さんはですね、沼津業者さんですね。で、ちょうどその時にですね、小田原市としては都市計画としてですね、高さを場所場所によって高さ制限をするっていうような都市計画を、検討していたってことだったんですけども、このマンション計画が出たためにですね、まあ、通常だと都市計画審議会とか住民説明会とか、やはりこう2年とか3年かけてやるような、まあ、法律って言いますか、条例なんですけども、まあ、超法規的って言ったら語弊がありますけども、まあ、ありとあらゆる手続きを取ってですね、半年ぐらい経ってちゃったんですね、作っちゃったんです。で、そうこうしながらここのマンションを作るための発掘調査をですね遅らせた。そんなことは、まあ、ここだけの話にしてもらいたいんですけども、まあ、私がその時文化財課の担当でして、で、沼津の発あの工事業者、マンション業者さんだったんで、発掘の手も静岡の発掘の手を連れてきたんですね。で、発掘調査って神奈川県の場合は、県に登録をしなければいけないんです。で、登録するのはもともと登録してある発掘をする組織、発掘会社だったらもうすんなり通るところを、やっぱ審議で
なるべく時間をかけていただくということを、まあ、お願いをしたりとかしてですね。で、まあ、いろんな手を使いながらですね、発掘調査をするのが、まあ、長引いてるわけですね。で、終わる前に高崎線がかけられた。そうすると、このマンションは、この場所はですね、高さ10メートルっていう規制のある場所だったんで、20メートルのマンションは建てられなくなったということになると、計画を変更すると採算がありませんので、まあ市民買うものにしかないなということですね。で、まあ、市が国の施設として追加指定をして土地を取得をしたというようなことですね。まあ、相当大変だったんで、私もまあそのマンション業者の間に入った、やはりちょっとこっち系の人とかにはですね、読み聞きをつけろって何度か言われたりもしましたし、まあ、一つ間違えれば、まあ、クビになってたかもしれない。まあ、法令には違反はしませんでしたけども、倫理的にはどうなのかっていうギリギリのところでですね、まあ、文化財、担当職員人生をかけてですね、このマンション、計画に阻止することができたんですね。まあ、私自身は天守閣の改修とかいろんな仕事をやらせてもらいましたけども、まあ、今あって小田原に就職して、一番自分ができたこととしては、このマンションを阻止したことかなというふうに、自分としてはまあ今思っているということですね。もう同僚と一緒に整備をしたわけです。発掘をまあ10年以上かけてして、橋を作って、その後門を作って、で、まあ、現在はこの馬出し門と赤金門の整備をしたわけですね。で、その後馬出し門を作ったわけですね。手前側がこれ、手前側が馬出し門ですね。で、赤金門で、こういったまあ史跡の中で建物を復元するってことになるのは、結構やっぱハードルが高いんですね。で、今名古屋城の天守閣木造で復元しようということで、まあ、川村市長がですね、お騒ぎしてやっていますけれども、まあそこの場合は、条件が整っているんですね。ただ請求すぎて下の石垣の保全をどうするのかっていう議論ができてないってところで、まあなかなか進んでいないんですけれども、3つの条件があります。で、1つは発掘調査で建物を建てる基礎、礎石だとかの遺構が確認されること。で、2点目として絵図とか指し図とか、まあ、当時の建物の寸法とか構造が分かる、まあ、図面があると。まあ、図面があって発掘で出ても、実際に建てたものがどうだったかっていうのはですね、実際には設計が変更されたりとかあるんで、それを検証するのはやっぱこう、古写真ですね。当時どういうものが建っていたのか分かるということで、当時のまあ外観や衣装が分かる古写真、写真があること。この3つが全て揃って、初めて復元が認められるわけです。で、例えば、市長がここに天守閣建てたい、あるいは櫓を建てたいって言ってもですね、この条件が揃っていなければ文化庁としては許可しないです。なぜかって指摘はですね、現状変更許可申請というのが必要で、文化庁長官の許可がないと何もできないんですね。それだけ厳しい。通常の、まあ、遺跡の場合は発掘さえしちゃえば壊しちゃっても、まあ、やむを得ないっていう、そういった、まあ、ことがあるわけですけども、文化庁の許可を得られなければ何もできないわけです。で、この3つの条件が整えられなければできないわけですけども、名古屋城天守閣をはじめとするですね、昭和20年のやっぱり、戦災で焼けたものというのは当然のことながら資料を残っていますので、きちんと手続きをすればできなくはないということなんですね。小田原城の場合は天守閣木造の NPO もできてですね、進んでいますけども、
なかなかハードルが高いですね。で、私どもはこの馬出し門の復元をした時はどうしたかというんですけども、まあ、古写真、まあ、なかったですね。これは、明治時代の御用邸記の写真です。で、御用邸の時はですね、江戸時代の石垣の高さよりもさらに改変をしています。で、今は関東大震災後、こちらなんかはこの高さまでしか、まあ、復興していないんですね。で、図面とかも残ってるんですね、明治期の。で、もともとあった江戸時代の石垣はこの黒の線です。それをこういうふうに変えますよという図面です。で、黄色い部分は突破が違います。そういったことですね。門の幅を広げているわけです。で、実際に発掘をしてみると、江戸時代の石垣の位置で、御用邸の時代の石垣の位置、そういったことが分かってきました。で、で、石垣をまあ積んで、で、門を作ってってことになったわけですけども、まあ、その時にですね、たまたま、石垣山一夜城のすぐ近くに、早返し帳場群というのが、まあ、発見、発掘をされていました。この辺一帯がですね、発掘をしていたわけですね。で、メッカが石垣山城です。で、この青い範囲がずっとですね、実は、石切帳場がずっと連綿と続くんですね。安山岩の石帳場で、このような形で発掘して、大きな、本当に人の何倍もあるような石がですね、ちょうど今割って転がした状態で見つかったんです。で、それを、まあ、調達をして、まあ、県土木あるいは県の教育委員会と調整をして、小田原城の石垣に使わせてくださいということでお願いをして、まあ、紆余曲折の中でもですね、いいよということになってですね、運び込んで使ったわけです。で、その時はですね、まあ、何回も市民見学会みたいなのを行ってですね、石引きの体験してもらったり、石割りをしてもらったりってことを、まあ、して、いました。何回もやってですね、多くの市民の、まあ、味方につけてもらう、味方についてもらってですね、後押しをするということをお願いしたわけです。で、平成19年の2月に石垣が終わって、その中ではこういう形で早川石場の石が半分使われているということです。で、その後門戸台の工事をしました。で、これは発掘調査をした結果を踏まえて、いろいろ検証をして、日本中にある門の形をチェックしたんですね。で、そうすると、分かってきたのが、蓬莱門という形の門の形式だというのが分かってきまして、類例としては江戸城の清水門とか、そういったものだということで、一番近いのが、丸亀城の大手二の門、まあ、間口の幅と奥行きの寸法が比率がそっくりだったことで、そういった門を、まあ、参考にしながら設計を組んでいって文化庁に申請をして認められたということですね。で、工事始まりまして、で、途中見学会やったりして、で、一番困ったのは木ですね、松の木がですね、遺構に絡みついてました。まあ、こういったものを除却しながら、まあ、整備をしていったわけです。で、完成したのはもうこんな形ですね。で、まあ、そういった復元工事とかを経験しながらですね、ちょうど10年前に私の方は天守閣の方ね、担当の学芸員に異動になりまして、で、勃発したのが天守閣の耐震をしろということだったんです。で、ちょうどその頃にですね、
江戸城でですね、江戸城は天守を作る会が、ね、発足したり、小田原では小田原城の天守閣を作る、まあ、NPO にその後なったんですけども、その、まあ、代表者、今は NPO の理事長ですけども、鈴木っていうですね、かまぼこ屋さんの社長さんが、まあ、代表で、小田原の、まあ、経済界の、まあ、勝ち組みたいな人たちが中心になってですね、天守閣の木造で復興しろって、まあ、騒ぎ出したんですね。騒ぎ出したって言ったら語弊がありますけど、で私は、まあ、市長からですね、天守閣の耐震と木造再建の、まあ、可能性を両に並みで検討しろよというふうに言われまして、いろいろ検討したんですけども、まあ、結果としては木造再建は可能性は、まあ、ゼロではないけども、まあ、相当難しい。でまずは、天守閣を危ないんで耐震化をして、しばらく置いた後木造は考えようと、そういう、まあ、方針を、方向性を出しまして耐震工事をしたということですね。考えていたんですけども、やっぱり全面的な改修が必要だということでですね、既存のものを全部壊して新しく展示もし直したということですね。これが工事中です。もう足場を全面的に組んでですね、足場だけでも1億円近いぐらいのお金がかかってます。こんな感じですね。で中の展示を全部出して、内装も全部壊して、コンクリートの躯体そのものにしてですね、で、耐震ブロックというですね、ブロックをの塀を作って補強工事としました。で、ここにあるように、小田原の、まあ、小田原箱根の寄木細工を使って石垣をモチーフにしたカウンターのやつで、こんな感じで、まあ、中はですね、まあ、博物館のような形になっています。で今回力を入れたのは展示ですね。展示は映像作品を作りました。みんなの人は刈谷俊介なんですね。考古学者でもありますので、まあ、古くからの友人だったんで、安い出演料で出演をしていただいたりしています。で天守閣の最上階に毬師殿というですね、まあ、仏様が、まあ、安置されていたわけですけども、その調査をして、でこの毬師殿像を含む安置空間を再建したわけです。でこの安置空間を再現するにあたっては、まあ、地元の材料、地元の職員の手でですね、もともと小田原藩の藩有林だったところから樹齢300年の杉の木を、まあ、象徴的な将軍柱っていう柱に使わせてもらったりしています。で完成したのもこの形ですね。でリニューアルオープンして、まあ、こんなお客さんが来ていただいて、でちょうどそのリニューアルの5月の1日だったんですけども、まあ、3年前の4月の半ばにですね、熊本城で大きな地震があって、でリニューアルオープンの日の入場料収入を全額寄付をしようということでですね、たくさんの寄付が集まりまして、5月にですね、市長と一緒に熊本市長さんにお届けをしたりしています。で、まあ、ちょうどその前後からたくさんのテレビ番組で取り扱っていただいたりして、今日に至っているわけですけども、まあ、駅の改変、今まで観光課の城址公園係というところから小田原城総合管理事務所という形で機構の中に変えて、小田原城だけではなくて石垣山城、あるいは小田原城総合前、そういったところも管理活用しましょうというようなことをしています。であとは、まあ、歴史観光まちづくりということでですね、まあ歴まち法というですね、法律があって、そこの認定を受けて歴史的な建造物の、まあ、保全改修、そういったものを、まあ、積極的に行います。あとは箱根ジオパークですね。
のもう認定をされていますので、そこでの公開もしています。あとはまあこれはあの補助金のたくさんもらうために非常にいい制度がありまして、地方再生モデル都市コンパクトシティというのに、選定されまして、今小田原市の関係では、例えば舗装をですねカラー舗装にするとか、そういった工事をですねたくさん、やらせてもらっています。あとはつい、昨年の5月ですけども、日本遺産ですね、まあ、これは三島さん中心ですけども、箱根八里ということで、まあ、その起点となる小田原城、あるいはかまぼこ通り、旧東海道ですね、あとウィー通り、そういったものが、まあ中心にですね、まあ、これからはそれをもうちょっと売り出していくということですね。まあ、そんなことで、ですけれども、今年は、まあ、伊勢総理が亡くなって500年ということで、先ほどもご説明しましたけれども、3月、5月と2つの、まあ、イベントを行って、7月、8月には天守閣で戦国権兵衛原画展、あるいは9月の1日には、漫画家と歴史家の、まあ、ちょっと講演会をすると。で10月からは天守閣で伊勢総帥の時代という特別展を開催する。ちょっと出てませんけれども、12月の1日と12月の15日にはシンポジウムということで、2回に分けてですね連続シンポジウムを行うというような形を考えています。まあそんなことでですね、ちょうど時間にもなりましたので、ちょっと十分